7月20日土曜日、近年の次第南下に対応するため閉眼校選びをテーマに矢沢と井上が講演会を行います。申し込みは不要なのでふるってご参加ください。この動画を見ればなぜ現代文の成績が上がりきらないかがわかります。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの佐藤です。学びズムの今井です。こんにちは。こんにちは。はい、本日の質問です。はいよ。高3です。2月から現代文の勉強を始めて対比を取ったり、間違いの選択肢の吟味もできるようになりましたが、成績が伸びたという実感が社会ほど明確にありません。現代文はどの段階からできるという実感が湧くようになるのでしょうか。センター評論文はいつも8割前後ですっていうの質問なんですけどね。まあ質問文だけ読んだらな、現代文苦手な子からしたら嫌みやん8割前後取れてる、ね、なんでない自信がないんかな。どうなんすかね。難しいな。正直センターいつも8割前後、この表現はもう安定してる証拠やんか、はい、やっぱ全然。じゃあ何満点取れるまで伸びてないとするの、はい、っていう風な話になっちゃうからあれやけど、うんうんうん、まあこの質問してくれてる子がな、8割いつも8割ほんまにちゃんと取れてるんやったら、はい、あの実感していいよ、伸びを、うん、そうですね、もうそうですね、伸びを実感していい。でしかもその対比を取ったり間違いの選択肢の吟味もできるようになってってことは、うん、例えばその勘で書いたらなんかいつも当たってもうて8割とかやったら自信ないの分かるけど、はい、もう完全に根拠を持った状態で8割取れてるんやったら、はい、特段何も言うことない。そうなっちゃいますよね。うん、特段言うことはないとはなっちゃうよな、はい、まあその文章もちゃんと読めてて、うんうん、選択肢も吟味できてて、うん、かつ結果も出てる、うん、素晴らしいことじゃないですか。いや本当にね、素晴らしいと思いますよ。じゃあ今日の受験トークこれで終わりますかって言うたらね、あの何のための質問になりますからそう、まあなんかな、こうこじ開けて話していきたいとは思うんやけど、うん、そのやっぱりまあ そもそも論こう結果が出てない時って実感してほしくないというか、例えば A 単語を一冊単語帳終わらした、はい、これ成績が力がついてきたというなんていうかな認識にまだなっちゃあかんと思うねん、はいはいはい、それってその俺結構自己目的化っていうのを生徒に伝えたりするんだけど、その A 単語って何のために覚えたんっていう、そ何のために A 単語ってみんな覚えますかって質問された時に、誰も単語テストに合格するために答えないやんか、はい、英語長文を入試で点数取れるようになるために覚えるやんか、はい、ってことは英単語は英語長文をやるための手段であって、うん、こいつをうまいことやる目的じゃないはずなんや、はいはいはい、やけどこいつがうまいこと言ったから成績上がってる、おっしゃもう俺英語できるようになったわって勘違いして英語長文とか模試やって全然点数取れてなくてモチベ下がることは全然ある、はい、もしほんまに英単語を覚えて英語長文がズバーンってできるようになるんやったら、英語苦手な子なんか一人も存在せへんから世の中に、うん、でそれよりやらなあかんことがたくさんあるから、うん、その自己目的化は絶対しちゃあかん、はい、本来手段やったものが目的になってすり替わってしまう現象のことなんやけど、それは絶対あかんよ、うんうん、まあそのコンサルとかやっとってもさ、よくあるやんか、コンサルの先生に褒められたいから、うん、ちょっと計画あんまり自分の中では完成度低いけどちゃんとやってきたって言ってしまったりだとかね、はいはい、そういうのがあるやんか。だからそういう目的と手段っていうのがすり替わっちゃあかん、うん、だからそういう意味ではちゃんとこう対比を取ったりとか間違いの選択肢も吟味できるようになってっていう手段もちゃんと武器も揃えた上でかつ結果も出てる、これやったらもう充実感をもう感じてくれて、もう大いに感じてくれていいので、うん、まあ、そういう風にまずその自己目的化しちゃいけないよっていうのをまあ一つアドバイスとして、はい、まあ俺からは送れるかなっていう風なところがあるし、うんうんうん、はい、まあその現代文がどの段階からできてる、つまりできるようになったっていう実感って、はい、まあまあないと思うね、うん、その俺が一つ指標にするとしたら記号問題じゃなくて記述の問題、うんうん、まあ、結構これもうこのレベルの子やからこういうやり方をおすすめするよ。俺が元気の時にやっとったやり方なんやけど、もうどの大学の過去問でもいいね、はい、あの内容一致って絶対こうあのマーク式であることが多いやんか、はいはい、このあーはこれ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 、あーこれはこうやから違うなっていうのが書いてあるから吟味できる、はい、じゃあそれが何もない状態、つまり全部記述の問題だと想定してやった時に自分がどれだけ回答と近い記述を書けるかがまだ綺麗に書けてないんやったら、
その設問から求められている回答の根拠の見つけ方であったりだとか、文章のまとめ方、目の付けどころ、ここがまだ甘い証拠なんだ。で、その最終一番現代文ができる子っていうのは言語能力が高い、つまり自分の頭に描いているものやったりだとか、自分が目に見えて処理しているものをもう一度自分の言葉に直してであったりだとか、分かりやすい表現にしてアウトプットができる子なんよ。だからその強いてどの段階からできるという実感をもう一番強く得れるかって言ったら、その記述でかなり正確な回答が書けた時、だからあの結構現代文とかがね苦手な子とかって、選択肢から逆算して視力検査しちゃいがち。あ、そうですね、あの選択肢見て、あ、これ書 書いてないわ、なんかこれ書いてあった気すんな、うわでもこことちょっと表現ちゃうからちゃうわみたいな、でこう見比べれるからいけるけど、でも記述になったらできひんっていう子めっちゃ多いやんか。そうやってほんまの意味での問題を解く力もまだまだ、その文章の読解もまだ身についてないと思っていい。やから過去問とかに行った時に、希望取れるけど記述できひんねんは言い方悪いけど視力検査はできるけどっていう風に言ってるのと一緒やから、やからちゃんと選択問題であろうが記述問題であろうが、問われてることに関して自分が読んだ評論文ないしエッセイとか小説とかの文章から回答根拠を拾ってきて、かつ端的に分かりやすくまとめる、この力をね鍛えれるようになれば、現代文はビビるぐらい伸びるよ。ビビるぐらい伸びる。違いない。そう、手に取るように分かるんよ、もうこの選択肢はもうこれを引っ掛けたいんやろうなっていう出題者の意図がね、もう手に取るように分かるよ、見透かせてしまうのでね、だからそういうその記述問題にこうすり替えてやってみる、センターとかも、記述問題に変えてやってみる、まあまあ難しく感じるはずやから、その安定してきたからこそ、マークが安定してきたからこそ、もっとこう頭の現代文的なちゃんとした現代文の能力を鍛えるための頭の使い方、これができるようになれば、もっともっと伸びて、もっともっと実感を得れて、もっと自信持てると思うから、それは一つこうアドバイスとして俺は送れるかなっていうふうには思う。英語はさ、じゃあもうこれ現代文で質問来てるけどさ、英語はどうなの、そのどの段階からできるという実感って湧き出すの。受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。やっぱりどの段階から、できるかっていうところは、もうほんまに今の現代文の話と全く一緒で、段落の内容の要約が正確につかめる状態であればできるなって私になってくると思いますね。まあ要は何が言いたいのかっていうと、要約がつかめる状態って、例えばセンターとかだったら、その基本的にね、リードもあるんですけど、普通の問題だったら2段落を通して何が言いたいか、3段落のパッセージを通して何が言いたいか、合ってるものを選んでくださいっていう風な問題が多いんですよね。だからリード文を見たら、該当箇所、例えば青枠の問題みたいにこの該当箇所探してくださいみたいな問題じゃなくて、漠然とその段落の内容を聞いてくるってもので結構あるじゃないですか。で、それを選択肢を見る前に、あ、大体こういうやつが答えになるんだろうなっていうのが頭の中で答えをさっき記述できて、でその記述と、あ、この選択肢同じこと書いてるわっていう選択肢の答えと、自分の頭の中の記述が一致してる状態になってきたら、あ、できてるなって実感は絶対できると思います。なので、現代文と同じように各段落のパッセージの、要約を頭の中でできるようにする。で、その頭の中の要約に一番近い選択肢を積極的に選ぶことができれば、伸びて実感できるんじゃないかなと思いますね。で、これさっきの今井さんの話に若干戻ってしまうところではあるんですけど、今井さんがそのさっき言ってた勉強法、選択肢を記述的に解いてみようと、これは去年その阪大目指しとった子と同じ勉強法なんですよ。それも僕がコンサルしとって、それを指示しとったんですね。でもその子は本番現代文でここ満点だったかな、満点近くやったかなぐらいまでバーンと取ってくれたんですけど、やっぱりその子もその選択肢やったら8割ぐらい取れるんですと、っていう状況で、ただやっぱりまだ現代文不安なんですよねっていうところで、今のその今井さんと同じ指示をしたんですよ、ってなったら、やっぱりそのセンターのその内容位置とかでも、やっぱりね、選択肢を見比べていって消去法的にいったら答え選べるんだけど、選択肢なしの状態で積極的に自分で記述する、ってなった時に、やっぱり答えの選択肢よりも情報が多すぎてしまったりとか、答えを合わせれるんだけど情報が足りてないよねとか、
正解の選択肢には情報が書いてることが自分の記述には足りてないよね、うん、っていう若干のズレはあったんですよ、うん、っていうところで、まあ、8割ぐらいのマークの点数は取れるけど記述だったらまだまだ足りないよね、うん、っていうところでそこをまず埋め合わせていけっていうような指示を出したんですよ、うん、でそれが最終的にガチッと合ってくるようになってちゃんとできるようになってきた時にセンターの現代文とあと2次の記述の現代文の成績がグワーンと上がって、うんうん、なんで今さっき今井さんがバーって言ってたその勉強法っていうのはやっぱ実績もついてくるような勉強法で僕もその実際に指導をした上で、まあ、僕自身もやってましたし実際にその勉強法を生徒さんに指導した上で点数が上がってるっても目の当たりにしているところなので、うんうん、もしねまだまだストイックに8割だけどもっと上に行きたいなっていう子なのであれば、まあ、そういう勉強法もありかなとは思いますね、うん、間違いないですね、うん、ただまあ人はもちろん選びますよ選ぶよ、うん、一番最初からこれやっていくってなったらもうさすがにも現代も嫌いになっちゃうじゃないですか絶対にだからもっともかもなくなっちゃうんで消去法の解き方とあの積極的な解き方ってやつその2つのバランスがやっぱ大事かなと思うので、うんうん、どっちか1個が絶対大事だというわけではもちろんないです、うん、なので今の自分の状況にね応じた勉強法っていうのを設定してもらったらなというふうに思いますかね、はいはい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。リュウはってさ好きな漫画あるね。ありますよ。何好き？キングダムです。あ、キングダム好き。俺もめっちゃキングダム好きやね。俺ヤングジャンプでも読んでるし、はい、単行本も持ってんねんけど、はい、ただ俺結構ちょっと最近ハマってる漫画あって、はい、あとジャンプで連載してる鬼滅の刃っていう、はい、鬼退治していくみたいな、はい、あの桃太郎ちゃうね桃太郎じゃないねんけど、はい、めちゃくちゃおもろいね、はい、なんか最近テレビアニメになって、はいはいはい、そのアニメなるぐらい人気なんやと思って、はい、試しにアニメ1話だけ見てみたの、はい、めっちゃおもろいやんってなって、はい、もう我慢できへんようになって、はい、漫画全部買うてんけどめちゃくちゃ面白い、はい、めちゃくちゃ面白いからもうほんま何の条件も話も関係ないけど、はい、見てほしいね受験トークの視聴者みんなに、はい、めちゃくちゃおもろいねほんまに。そんなすか。めちゃくちゃおもろい。マジですか。かっこいい。まず何でしたっけ名前。鬼滅の刃。鬼滅の刃。鬼を滅するの刃。はい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 。めちゃくちゃかっこいいから。もしね知ってるよっていう人はねもうもちろんいいねよ。ほんで受験終わってからちょっとこう今井さんがそこまで言うなら読んでみようかなっていう人はもうチャンネル登録してください。絶対絶対。鬼滅の刃なんで。鬼滅の刃ですよ。鬼滅の刃ですよ。またお会いしましょう。ありがとうございました。